中の味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してね。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃねえか。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるな。それなりに手間だが俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めてサンジのスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。私たちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか？ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの？みんなで手分けして潮干狩り？いいよナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕の内ってな。あったぞ、こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんてサンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが。一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。まあいいか、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう！
それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。みんな、準備？よし、やるか。あなたたち、覚悟はいいかしら？ボーシャット！さて、どうしましょうか？私が必要ってことね。いくわよ、サイクロンテンポ。これでどう？みんな大丈夫？八つ咲きにされてない？言い方が怖えよ。サンジ！おう。
ちには何があるの？ちょっと邪魔よ。私の番ね。サンダーボルト先行。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。待ってるっていうのに、まったく。てらこの野郎。私の番ね。ちょっと痛いよ。間違ってもレディーに手出す。私たちは進まなくちゃいけないの。サンダーボルト先行。どう？これがウェザリアの天候の科学よ。目指すは世界一。あるじゃねえ。いいもんがあるじゃねえか。
腕が鳴るな。さあ食え。これが俺の作った料理、サソリと貝のスープだ。おお、興味深い香りがするな。では一口。うわっ、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁、それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。ということは8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん、どうしたルフィ。エース、また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよまあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、秘剣のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。え、またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ、高見で。エース、見ててくれよ、俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、そうね。って、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよこれでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどなやることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。
ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今。ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。場所、キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。おい、そんなものいつの間に。いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたい。だけど仲間って何？
この特別な一皿だ。さてと、行くか。私の出番ね。そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな。この先の迷いの峡谷では、谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。それは便利ね。ありがとう。もらっていくわ。なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か？うん、わかった。なんだ？よし。え、そうなのか？ルフィ！いや、身がねえ。あ、ルフィ！ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。
ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒ってる。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。でさ、ごめんね。いやー、意外とうまかったな、ナッツ。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。私の出番ね。ナビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ。ありがとう。そうだな。ありがとう、鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。Thank you.
石像の上、鳥がいるわ。あ、石像の上。あ、石像の上、鳥がいるわ。リムは鳥が好きなのね。そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだ。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。しっしっし、そうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。お前ら遅れるんじゃねえぞ。私の番ね。やっと俺の出番か。好きなことするじゃねえか。目的を済ませて涼しいとこに避難しましょう。成長を実感できるほど強くなれたのね。力が戻ってきた。
行くぞ。私の出番ね。お、そろそろ出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。あ、そうだったか。この野郎、取り返せ。ぶっ飛ばしてやる。しちまうぞ。よし、交代だ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパー。おう、ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。
行くわよ。サイクロンキラッパ。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。俺の出番か。一刀流、いよい、シッソンソン。こいつ強いわ。行くわよ。サイクロンキラッパ。これで元気になるぞ。こんなの聞くのかな。こいつはどうだ。私の番のようね。トレンタフルール。怖くなんてねえぞ。
ソン。つけるとするか。ところで負けてらんねえ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。ナビバードのやつが先に飛んでなければ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら、意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。ヒヒヒ、でも腹減ったら起きんだろ。無理よ、心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。